57年前、旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件で死刑が確定している袴田巌さんの最新やり直しの裁判の5回目の公判が静岡地裁で開かれ検察は袴田さんを犯人とする根拠を展開しています半世紀前の事件について争う袴田事件の最新公判第5回公判は年内最後の公判となります 今日の最新公判で検察は袴田さんが犯人であるることをを裏付ける根拠についいてて主張を展開しています検察は袴田さんが犯行後に着替えたとしているパジャマから犯人が放火する際に使ったとされる油が検出されたことや当時、袴田さんは被害者の1人から借金をしていたことから金品を目的に犯行に及んだと考えられるなど複数の根拠を挙げ 袴田さんが犯人であると改めて主張しています午後からは弁護団が検察の主張に対して反論する予定です